他にございます？その質問、教義的な質問とか、まあ、問題、ないですかね。そしたら、じゃあ、お心じゃね、お声を、じゃあ、ちょっと珍しい人から聞いていきますか。皆さん、なんかおしゃべりになれる状況です？それとも仕事中ですかね？あ、こんばんは、です。ああ、お久しぶりです。お久しぶりです。まあ、仕事中なんですけど、ああ、すみません。聞いてて、まあ、僕も正直、途中からちょっと正直分からなかったんですけども、最近ずっと、まあ、芯が大事という話をよくされるじゃないですか。で、そのことを解きほぐす、まあ、細かく、今日勉強させていただいたのかなっていう気はするんですけどね。正直、なかなか僕も、聞いてた、聞く分にはすごい、あ、なるほどと思うけど、それはどういうことかで正直、僕の頭ではまだわからないんですよ。で、ただ、やっぱり、こう、言われたことを素直にやっていくっていうことの積み重ねで、なのかなっていうふうには、ぼんやりそんなふうに思ってるんですけど、間違ってますか？いや、間違ってませんよ。教学っていうのはね、結局1から10まで全部わかるってもんじゃ絶対ないです。で、やっぱりさすがにそこはもう年数の差ってのはどうしても出ちゃうんですね、教学論でいくと。だけど、その全体の中から、信心の厚さ、信心っていうその何か一箇所でも捕まえていけば、それは大事なことなんだよね。そうです。それ、あ、そうです。ありがとうございます。それでいいんです、もうそれで。そうですか。そしたら、すごい自分も安心したというか、まあ、行学の二道ってなると、学が全然もう足りてないので、ただ、やっぱり信じる、もうそう言われたらそうなんだって無理して思わなくて思えるんです、もう正直。それが、もしかしたらくどくかもしれませんけど、別に、もしかしたらこうじゃないのかと思う、あんま思わないです。あ、わかりました。はい、わかりました。素晴でらも、しい。実行できてるときとできてないことはもちろんあるんですけれども、はい、わかりました。思えるので、別に不満とか不安が全くないんです。ああ、それは素晴らしいことなんですよ、それが。ただ自分の弱い心に負けてしまうってことはあるんですよ。今日話聞いてて、僕もすごいこんだけ同士の人がいてるっていうことだけでも、すごい励みになるし、で、これほんま、いつも同じこと言うんで、これからもよろしくお願いいたしますっていう気持ちしかないです。ありがとうございます。よろしくお願いします、こちらこそ。よろしくお願いします。ありがとうございはます。い、素晴らしいんですよ。それがね、七時期入なんて、受領本にあるでしょう。七時期入なんとか、入は七時期者とか。これの七時期入は異入なん、あの七時期異入なんとか、この大事なところは、仏様や、そういうまっとうな、正しい筋目の信仰のに対して、素直に、あ、そうだ、頑張ろうってなる、それがもう最高の知恵者なんですね。それいち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 ね、そうは言ってってさ、なんて、それが本当、信仰の深めないジャッジであってね、大事な、すごい境地に達してるんですよ。達してるって言い方あれか、すごい境地の、尊い状況ですよ。はい。ともどもありにがとうございます。頑張りましょう。よろしくお願いします。はい。明日また大阪のミーティング頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。はい。